マクシミリアン・シェル・ニュールンベルグ裁判は1961年のアメリカ合衆国のドラマ映画。ナチスドイツが第二次世界大戦で犯した大罪や戦犯を裁いたニュールンベルグ裁判をもとに、スペンサー・トレーシー、バートラン・カスター、リチャード・ウィド・マーク、マクシミリアン・シェル、マレー・ネディ・トリヒ、ジュディ・ガーランド、モンゴメリー・クリフトラ豪華スターを迎えて、 スタンリー・クレーマー監督によって映画化された作品。ドイツ側の弁護人を演じたマクシミリアン・シェルはこの映画で第34回アカデミー賞主演男優賞に輝いたのをはじめとして、スペンサート・レーシーが主演男優賞、モンゴメリー・クリフトが助演男優賞、ジュディ・ガーランドが助演女優賞にそれぞれノミネートされるなど、出演俳優の演技も高く評価された。 他に脚色賞にも輝いたが、作品賞の受賞は逃した。1946年、ドイツのニュルンベルクで国際軍事裁判が開かれた。そのうちの一つ、ナチ政権史もエルンストヤニングラ4人の法律家が関わった二つの裁判の是非をめぐり、占領国、非占領国双方の思惑も絡み、検察側、弁護側の間で激しい攻防が繰り広げられる。 ありがとうございます。